しね。神が見てみようが見てみようが見やじせるは見てじせが。ひどくのまがん、ご主人や金を苦しめた能力ですか。気を体感させるまがん、そしてそのまま本当に思い込みで本当に死に追いやる能力。なるほど、痛みや苦しみ、血まで再現してくるのですか。致命傷のマガンを合計100個まで出現させているんだ。いわば50倍の威力。死ぬよ、死ぬよ、この世のものとは思えない痛みと苦しみでもがきながら死ぬよ。へえ、ダフンダー神のくせに。あいにく痛みには慣れてましてね。一度お腹に風穴を開けたこともありますしね。届いてないよ。なるほど、体自体は風と同化しているから物体がないというわけですか。なら影をなくしてしまおうか。中途半端だと影が残る。やるなら徹底的に隙間なく。ダメ、空気を乱すような行為は許しません。影のオーラで光を遮断したのね。光なんて眩しいものを作られたらたまらないでしょ。ちゃんと闇の中で楽しみましょうよ。いやよ、私に小さいのは嫌いなの。無駄なことを。ふふ、なんでただの光だと思ってましたか。これは高出力で練り出したオーラです。当然取り扱いを間違えれば自滅の可能性がある危ない代物。武作法に触れれば体が焼かれますよ。なるほど、光で影を覆うだけじゃなくて、私にもダメージを与える気だったってわけね。貴様、私の領域を荒らすだけ荒らして、なおかつ、私を妄想とする貪欲さ。それが神のやり方か。あいにく、悪魔に対する取り引きは持ち合わせていないの。闇世界から無断で侵入してきた無法者の軍隊で霊妙と女と称し。私の影が置かれている。そんなバカな。我らの顔、触れただけでこうもたらすく。さて、目障りな痛みもなくなりましたし、一気にはさせてもらいますよ。させるか。自力で押し返してきた。想定通り、ならこのまま耐えればいい。ご主人、こちらの悪魔は抑えておきましたよ。そちらはお願いしますね。だねー。自身に最も近い感触の影を作り、本体は他の影に潜む能力か。でもそれ、回避系じゃなくて騙し系だろ。そう何度も扱えるものじゃない。そう、喋っていないのにこの能力の欠点を。お前から目を離さなければ残影は使えない。なら今ここで仕留める。ダメ、押される。悪視系が快適からの差をつけるか。ダメだ、影の中にいる女のせいで悪視系が使えない。決めた、悪視系打開を使わない。このまま押せる。うおお。ふっ、私がここまで追い込まれるなんて。歩ける、歩ける、何をしているの。早く私に力を貸しなさい。無理だ、この髪の力を抑えるのに精一杯だ。少しでも意識が外れたら私がやられる。ふっ、なぜ私を狙う。命を奪ったからか。だがそれは私を殺したらお前も同じだ。何度も言わせんな、シアーネさんを含む、アロケル、お前が勝手に使っていい肉体じゃないんだよ。その肉体は世界を救え、多くの人間から愛されたエイリンの体だ。それをこれ以上悪心境なんかで怪我すな。ちょっと、どうしてこんな子供に。まだ何も念願は果たせていないのに。とどめだ、アロケル。あと、3。そんなところで、何を、やっているんですか。こと、か。今のうちに影の中にいる影を追い出して逃げろ。出直すぞ。わかったわ。待て、アロケル、逃げるな。待ってください。なんで、シアーネさんを、しかも私との約束を無視して。ねえ、答えてくださいよ。パトさん。俺は、シアーネを、救おうと。嘘つき。殺そうとしてたじゃないですか。あれのどこを見て救おうとしてたって言うんですか。ねえ、パトさん、こっち向いてください。ダメだ。こんな顔、ことかには絶対に見せられない。最低ですよ、嘘をついて、私の恩人を殺そうとして。もしかしてずっと、このために私に近づいてきたんですか。違う、それは本当に。何ですか、その気は。待ってくれ、違うんだ、俺は、ことかのために。近づかないで、正直、今のパトさんは怖いです、信用もできません。私、帰ります。もう、顔も見たくありません。さようなら。いいんだ、俺は、こうやって、嫌われようとしてたんだから。いいんだ、いいんだ、これで、
これで本当に辛いね。好きになった人に嫌われるって。私、帰ります。もう顔も見たくありません。うわあ。俺は人生で初めて失恋をした。虚しくて心が辛くて耐え難いものだった。これで大会前にあった異変は全て解決した。その終わりの夜は何とも報われない虚しい夜だった。あと、ずっと泣いてる。すごく感情がぐちゃぐちゃになってて、全然考えがまとまっていない状態だよ。そうですか。ことかちゃんも、ちゃんとパトの話を聞いていればこんなすれ違いなんて起きなかったのに。それは無理よ、かな。ことかちゃんは一般人、私たちみたいな世界とは別の人なんだからわかるわけないよ。私だって、何も知らなかったら怖くて逃げ出すわ。まさか、あのタイミングでご主人とことかちゃんが出会うなんて。メリアちゃんは結局相手に逃げられたの。はい、すごい勢いで影の世界から現実世界に飛ばされました。あとは影に潜まれて見失って。今回は私の失態です。皆さんはしっかりと解決してくれたのに。私は解決どころか、ご主人をより傷つけてしまった。メリアの相手は私たちの相手の日じゃない。こればかりは仕方ないよ。むしろあそこまで追い込んだだけでも十分。それに、今のパトには必要なことだったのかもしれないわ。必要ですか？うん、パトは今まで最初から愛されることはあっても、最初からパト自身が相手を好きになったことなかったじゃない。でもその気持ちはどうしても届かない時もある。私たちみたいに理解者じゃなければなおさらすれ違いは起きる。パトは、こういうどうしようもならないことを知っておくべきだったんだよ。そうだと、いいのですが。それじゃあそろそろパトお風呂から出そうだから私たちは自分の部屋に帰るね。深夜遅くにごめんなさいね、二人とも。ハクもソフィアも疲れてぐっすりだし、私とカナも今日は疲れたわ。今日はゆっくり休ませてもらうとするわ。ん、セッカとカナは帰ったの。はい、傷はどうですか？セッカの治療だからね、傷跡一つ残らなかったよ。そうですか、それは良かったです。メリア、一つだけ聞いていいか？はい。俺は、どうするのが正解だったのかな？わかりません。誰かを救うとは誰かを救わないこと。誰かが望んだ救いが第三者からしたら救いになるとは限らない。人の思いというものは、十人十色、正解なんてないんです。今回はその、今日は一人にさせてくれ、考えたいことがあるんだ。はい、私はここにいます。何かあればすぐに呼んでください。おやすみ、メリア。頑張りましたね、ご主人。私は、私たちはちゃんと理解してますからね。いつでも私たちの元に帰ってきてください。そのために私たちがいるのですから。久しぶりね。海外生活が長かったから日本が新鮮だわ。アシスタント、行くわよ。日本人のみんなが私たちを待っているわ。誰がアシスタントなのぜ。ひどいのぜ、ひどいのぜ。こんな老いぼれに荷物を持たせるなんて鬼なのぜ。今は私と同じピチピチの女の子なんだから大丈夫。女の子って月下よ。18にもなって女の子はちょっと痛いのう。いいよ、まだ未成年だから女の子。咳はおばあちゃん咳長いから違和感あるかもだけど。月下よ、自分で老いぼれというのは構わんが、他から言われたら傷つくものじゃぞ。めんどくさい鳥ね。ねえ、なんでホテルの予約取れてないのよ。誰にホテルの予約任せたのぜ。琥珀、子供に任せる月下が悪いのう。仕方ないわね、誰か新生女学園時代の友人の家に泊めてもらいましょう。月下様が来てくれるなら一生泊まってくれてもうって言ってくれそうじゃのう。ふふ、私の人脈は自分で言うのもなんだけどすっごいからね。本当言わないでほしいのう。知り合い第一号発見。え、あれ、デジャブ。ことかちゃん、久しぶり、月下だよ。月下先輩、早速で悪いんだけど、1ヶ月くらい部屋に泊めて。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。